ダレン・フレッチャー、ダレン・バール・フレッチャー、ダレン・バー・フレッチャー、1984年2月一日体は、ミッドロージアン、ダルキース出身のサッカー選手、ストークシティ FC 所属、マンチェスター・ユナイテッド FC のアカデミー出身の選手である。昇格当初はポジションを得るのに苦労したが、近年では中盤で重要な地位を占める選手になっている。スコットランド代表では、 キャプテンであったバリー・ファーガソン欠場時には変わって、キャプテンを務めていたが、2009年8月からは、正式にキャプテンに指名された。フレッチャーはユースから2015年まで、マンチェスター・ユナイテッドに在籍していた。11歳の時に、マンチェスター・ユナイテッドのユースに加入し、1999から2000シーズンの最終戦であった、アストンビラ FC 戦のメンバーに最年少で、 選ばれたが、プレミアリーグのルールでは、スクールボーイ契約を結んでいる選手は、トップチームの試合に出場すことはできないことになっており、デビューは遅れることになった。その後、2000年7月に練習生契約を結び、2001年2月にプロ契約を結んだ。最初の数シーズンは、怪我に苦しんだが、センターハーフの選手として、能力を伸ばしていった。 チームでブレークしたのは2003から04シーズンであり、2004年5月に行われた FA カップ決勝のミルウォール FC 戦など、重要な試合にスターティングメンバーとして出場した。2004から05シーズン、チームは低調なスタートを切り、フレッチャーの出場機会も限られていたが、2005年1月1日に行われたミドルズブラ戦で初ゴールを記録し、 チームも2から0で勝利した。フレッチャーは2005年10月に1から4で敗れたミドルズブラ戦後にキャプテンであったロイ・キーインに名指しで批判された選手の一人であった。キーインはスコットランドの人たちがどうしてフレッチャーのような選手に夢中になっているのか理解できない。と話したが後に誤解を正そうとし、ここ2、3年の私のコメントを聞いているのであれば、 私がフレッチを含めた選手たちをずっと信頼しているということはわかるだろうし、フレッチャーもそう言ってくれるだろう。と述べた。フレッチャーは主を独走するチェルシー FC との11月の試合で、その試合唯一のゴールを決め、批判に応えた。このゴールは40試合続いたチェルシーのプレミアリーグでの無敗期に終止符を打つものであった。2006から07シーズンめは、 満足な出場機会を得られなかったが、チャールトンアスレティック FC とのアウェーゲームでゴールを決め、12月のニドルズブラとのアウェーゲームでは、ヘディングでゴールを決め、2月のチャールトン戦でもヘディングでゴールを決めた。シーズンが進むと、アレックス・ファーガソンは、クリスティアーノ・ロナウド、ポール・スコールズ、マイケル・キャリック、ライアン・ギグスで構成する中盤を好んだため、交代で数試合出場するに止まったが、 オールスコールズが出場停止であったため UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のエースローマ戦にはスターティングメンバーに入り7から1の勝利に貢献した2007から08シーズンはオーウェン・ハークリーブス、アンデルソン、何が加入しシーズンの初めは出場機会はさらに減少し十分な出場機会が与えられないことから 一時はクラブを去るのではないかと噂されていた。事実、ファーガソンはキャリック、スコールズ、ギグス、ロナウドの中盤を好み、フレッチャーは新加入選手よりも出場機会を与えられなかった。しかし、フレッチャーは4から0で勝利した FA カップ4回戦のアーセナル FC 戦で2ゴールを挙げるなど、与えられたチャンス生かし、高パフォーマンスを見せた。 2008から09シーズンは、キャリックとロナウドが怪我により、チームを離脱していたため、開幕から2試合連続で、スターティングメンバーとして出場し、オールドトラフフォードで行われた、入荷するユナイテッド FC との開幕戦では、ゴールも決めた。シーズン2ゴール目は、ポーツマス戦で、パトリス・エブラのパスから決めたゴールである。チームは1から0で勝利したが、93分には、イエローカードを受けた。 2008年10月3日には3年間の契約延長にサインし2012年までクラブに泊まることになった3ゴール目は10月25日のエバートン戦で記録したフィファクラブワールドカップ2008では12月18日に行われた準決勝のガンバ大阪戦に交代で出場しゴールを挙げた2009年5月5日に行われた アーセナル FC とのチャンピオンズリーグ準決勝、セカンドレグではチームは勝利し決勝進出を果たしたが、フレッチャーはレッドカードを受け、決勝戦は出場停止となってしまった。クラブは取り消しを求めて異議を申し立てたが、11日に訴えは退けられた。ファーガソン監督が FC バルセロナとの決勝戦に、 フレッチャーの出場を熱望した理由は、シャビア・アンドレス・イニエスタを潰してくれることを期待したからであった。2011年12月、ユナイテッドから海洋性大腸炎を患っていることが発表され、長期離脱を余儀なくされた。2012年9月19日のチャンピオンズリーグ、グループステージのガラタサライエスケで復帰し、その後も9試合に出場したが、 2013年1月に手術を受けてこのシーズンの残りの試合には出られなくなった。2014から15シーズンからルイ・ファン・ハール新監督によって副キャプテンに任命されたが出場機会に恵まれず12月に第3キャプテンに降格となった。2015年2月2日ユース時代から在籍したマンチェスター・ユナイテッドとの契約を解消し、 ウエストブロムビッチアルビオン FC に加入した。遺跡初年度からキャプテンを務めた。2017年6月、ストークシティ FC に加入した。フレッチャーは、スコットランド代表では、レギュラーとしてプレーしており、記録したキャップ数のうち、交代で出場したのは2試合だけである。初ゴールはリトアニア代表戦で記録し、フレッチャーのゴールにより、スコットランドは、 ユーロ2004予選のプレイオフ進出を決めた。2004年5月26日にタリンで行われたエストニア代表との親善試合において初めてキャプテンを務めた。これは1886年3月20日にクイーンズパークに所属していたジョン・ランビーが二から7、デレタ・アイルランド代表戦で記録した17歳と92日に次ぐ記録であった。アレックス・マクリーシュの下で 副キャプテンを務め、バリー・ファーガソン不在時にはキャプテンを務めていたが、2009年にバリー・ファーガソンが代表を追放されたことに伴い、2009年8月から A 代表のキャプテンに就任した。2007年にイングランド人の恋人ヘイリー・グリスとの間に、双子の兄弟のジャックとタイラーが生まれ、父親となった。マンチェスターとリバプールに住むサッカー選手は遠征時に、 泥棒の被害に遭うことが多くフレッチャーも2009年2月に被害に遭い、グリースは刃物を持った泥棒に掴まれた。この事件はフレッチャーがインテルとの試合に向けミラノに滞在している時に起こった。フレッチャーは聴覚障害を持つ若者がサッカーに親しむための活動、デフフレンドリーフットボールに熱心に取り組んでいる。この計画はマンチェスターユナイテッド基金と 英国聴覚障害協会によって進められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。